どうもこんにちは石井さんいつも活動の方ねお疲れ様でございますやっぱりこのサラリーマンとして一日の半分ぐらいをね、えー、こう会社員活動するそして残りの半分も家族とのバランスも必要ですしまあ自分の休憩も必要だと思いますしプラスねやっぱこう副業としての株式の副収入を得るでえっ、ー、と多分石井さんはねストーンさんはねあの株式の副収入を得るところからもう一段階進んでこう 自分のコミュニティの運営ってとこに入ってきてると思うんですよね。いわゆる自分の小さなあのミニマム会社をやってるようなもんなんですよ。で、そこにはね、社員が1人だろうと2人だろうと、少なくとも誰かのリーダーになっていて導いていくっていう風なあ形を取ってると思うんですよね。で、えー、あとね、全く1人もいなくても、自分がコミュニティをやってるってことは大いに意義があるんですよ。その入れ物を作ってるってことはね。うん。だから、あのー、 いまいち盛り上がりに欠けるなと思いながらもその誰もいないコミュニティだとしてもねそこにいろんなあのコンテンツエッセンスを詰め込んでいっていただきたいかなと思うんですよ。それっていうのは誰かがこう入ってきた時にあこんなにあるんだっていう風うなそのそれからそういった活動そのものがその石井さん自身の人生とかねビジネスのストックになっていくんですよね。でそれをおこう近い将来 紐解いた時にまあいろんなことを挑戦してきたなとか、その中でいろんな自分だけにしかわからない。学びっていうのがあったりとかね。それがオリジナルの発信になると思うんですよ。まあ,あの会社で働いていてもすごくね。あの大変なこととか喜びとか記録っていうのはたくさんできると思いますけども。でもそれはいわゆる組織の一員としてなんですよね。つまり誰かのこのコミュニティっていうか、誰かのビジネスの中の参加者、いわゆる自分自身が熟成になっているっていう立場なんですよね。 で、えー、大事なのは自分が率いてる組織を小さくてもいいから持てるかどうかっていうところなんですよでそこにはちゃんとしたこうコミッションも得ていかないといけないんでビジネスって形になるんですね、まあ、それっていうのはあのー、やっぱりこう厳しい挑戦になるところもありますけどもあのコミュニティを運営する側になっていくとね抜けていくと本当にそこが例えばあもうすぐね私たちも10年経ったらね年金をもらうかどうか選べる年齢60歳になるわけですよ。 いや、っとしませんか。<laughs> でその時に自分が大切にしたコミュニティがある上での60を迎えるのかそれともそういうものがね一時期はやっていたけども休眠状態もしくはもうね興味も意欲も失った状態で、まあ、60歳を迎えるのか非常にその後の人生に大きなねあの違いを生むんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろんねこれね株のコミュニティだけのことを言ってるわけじゃなくて例えば趣味のコミュニティでもいいわけですよ。 うん、なんかわかんないですけども、機動戦士、ガンダムのコミュニティ作りましたとか言ってね、ガンダムについて語り合いましょうみたいな、そういうコミュニティでもいいと思いますし、あとはね、あの、リモート飲み会みたいなことをやる、そんなコミュニティでもいいと思います。まあ、私の速可塾ではね、かつて、その、あれ、ミスター、M ・エ、え、ム、ー、マッチョマンクラブ、 <laughs> あのマッチョクラブってのやってましたよねガチンコマッチョクラブか筋トレをするようなねそんなコミュニティだったんですけどもたまにあのリモートの飲み会リモート焼肉会みたいなのことをやってね深夜にみんなで焼肉をリモートで食べるみたいなことやった覚えもありますけども、うん、まああれはね終わっちゃったんですけども、ね、残念ながらね終わっちゃったんだけどもああいうのが楽しく続いていくだとやっぱりこう一定の価値を皆さんに提供することにもなりますし今の飲み会もだいぶ減りましたけどもね でもやっぱり働く男同士飲み会でこう楽しめる時間っていうのもね昔の居酒屋タイムじゃないですけども、うんまあ、必要な部分もあるかなと思うんですよでそれを今あまりお金をかけることもなくどっかに出かけることもなくねできるリモートっていう文化ができたことはすごい素晴らしいことだなと思うんですよまあいささかちょっと今回の動画雑談めいたことになりますけどもちょっと本題とも言えないんですけどもね一つねちょっと気になることがありましてそれはね あのビッグモーターっていう中古車屋さんがあるじゃないですかこれがかなりね1週間ぐらい前からその話題になっていて当然地上波では放送されませんなぜなら地上波各局っていうのはあの莫大な広告をビッグモーターから頂い,いているからだからビッグモーターをこき下ろすようなねそういうふうな報道はできないわけですよだったら NHK がやればってことなんですけども NHK もねもう電通の支配下になっていてやっぱりね NHK が正義のもとに暴露取材なんていうのはもうやらないんですよね もう完全にバラエティ番組民放と変わらなくなくってきてきるんですよ昔はね NHK ドキュメンタリーとかね NHK 特集とかねあんなことがあってあの民放ではできないようなねそんなクオリティの高いコンテンツがあったんですけども最近はもうダメですね民放も NHK も同じ放送ってものをあの真実とかそれから権力に対する監視ではなくってもう完全にあの商売のための事かれ主義になってしまって。 うん、まあそれっていうのは結局ねテレビがもう生命力を失ったから最後の銭稼ぎに来てるんですよ挑戦もせずにでこれからどんどんねあのインターネット YouTube を中心としたインターネット放送が主になっていきます最近ではグーグルっていう会社がね民放全部をグーグルの中で放送しますとか言ってねしかもグーグルテレビっていうのを世界中に無料で配るらしいですよ無料で <laughs> そうするとグーグルテレビを見た人っていうのはまず最初にグーグルの広告を見ることになるんですよ でその後で見たい番組を YouTube でフジテレビだろうと日テレだろうと見るみたいな感じになるんでしょうね、うん、すごいっすねで Google にこぞって世界中の企業は広告を出すようになりますからもう電通素通り NHK なんてもう関係ありませんみたいになるわけですよねでビッグモーターの話ですよビッグモーターってのね株式上場してんのかなと思って見たんですけどもはっきり分かんなかったです まあそんなにね詳しく見てるわけではないんですけどもビッグモーターっていう株はどうも見つからなかったんですけどもねでもビッグモーターが起こした不祥事この不祥事についてはご存知ですかねあのなんかビッグモーターって会社が保険金を騙し取るためにお客さんから車検で預かったお金あの車をね 色々と分からないように工作してで保険金をせしめた上でお客様からもコーチをいを頂いてるっていう二重取りをしてそうやって自分たちの年収を作ってきたってことなんですよ。でこれがもうね何年も前から常態化していてへきした社員が辞めてしまって辞めてそこで暴露してるんだったらまだしもプラスアルファで現役の社員とかがもう自分の先輩とか上司とか工場長から教わった不正の手口を撮影してるわけなんですよ。 で一生懸命先輩もね、指導してるんですよこうやったらね、バレにくいから、こういうふうにやるんだよってうからね、本当に悪びれることもなく、普通の業務として詐欺、えー、ノウハウを教えてるんですよね。で、その動画も流出しちゃって、もう言い逃れのできない状態になったんですけども、でも、保険会社が保険金詐欺で訴えることもなく、テレビで放送することもなくみたいなことなんですよ。だから株価もそんなに動いてない,ないんじゃないかなと思った。暴落してないんじゃないかなと思ったんですけども、まあ、ストーンさんなりにね、このね、 あのビッグモーターの件をちょっと切ってほしいなと思ったんで今回の動画を送ったつもりだったんですけど長くなっちゃってすいません。はい、どうもお疲れ様でしたいゃ